演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら。どうも、本日はこちらファミリーマートのお母さん食堂グリルチキンブラックペッパーでございます。サラダチキンとはまた違いますね。ちょっと大きさが小さいです。ちょっとわかっこ悪いです。でも美味しそうですね。おー、いい香り。どうぞ。先生やると間違いなくギトギトになるからね。では、いただきます。ブラックペッパーの先生、結構きついですね。辛い辛い。そして好きな人にお勧めできますが、苦手な方は避けた方がいいかもしれないですね。量の割に食べ応えもあって満足感もあるので、そういう意味でもお勧めができます。お勧めというわけで、こちらの点数を取ってやりました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。